分かった気になれ。1928年8月16日、佐伯雄三は結核により妻の米子に看取られることなく、パリ郊外の病院で息を引き取ることになります。この時、妻の米子は娘の八千子の看病をしており、危篤の電報を受け取って駆けつけましたが間に合いませんでした。佐伯雄三30歳でした。その半月のち、娘の八千子も同じ病で息を引き取ります。日本に帰国した佐伯の妻米子は右施設こと女流画家協会を設立しています。本来米子は河合極道に日本画を学んでいました。彼女は佐伯と共にパリのモンパルナスに住み、作品を描いています。佐伯雄三の死後に米子が加筆していたのではないかと言われています。現在では単なる噂話でしかなく、真偽のほどは分かりません。